働いてよっていう言葉書いても無駄だからね。うん、無駄。読ませたいのもわかるし、別に読みますよ。働かない。うん、これだけだから。うん、以上だ。あ、じゃあ匿名やめれば、なるほどな。そうか、匿名をやめればいいってことだな。わかった。まあ、残り、もうちょっとしかないからな。ちょっと、じゃあ、匿名をやめればいいということで、匿名をね、やめさせていただきます。すいませんね。まあ、あと、まあ、今後ね、僕は YouTube の方に、完全移行ではないけど、YouTube の方に移行する予定です。YouTube の方に移行する。もちろんツイキャスも使いながらだけど、YouTube の方には移行しよう、米動かないから、ヘブンさん、残念。僕がね、ここでね、匿名切ってるのは NG にするためだから。あなたみたいな、僕が知らないヘブン。こんな人僕知らないからね。だいたいこういう人たちが、雑談たぬき。もしくは、まあ、アンチョープチャーどうかな。ちょっとわからんけど、あとは、インド人のところのリスナーか、溢れたな。そうしたらだいたいコメント打ってるのわかってるから。知らないんだもん。俺のサポーター見ても、最近入ってきてる人間つか、俺が出てきてから入ってきてる人間で、知らない人間ばっかり。どうでもいいんやね、そんなね。マロトンいらっしゃい。キャスもたまにやるよ。ただ、まあ、YouTube をメインにしてこうかなと思ってる。今のまあ、このキャスの状況ではね、正直放送はちょっと何の意味もない。何も生まないので。何も生まない。まあ、何も生まないは大げさだな。産むものが少ない。ならば YouTube でね、平和に普通に雑談したりとか、もしくはね、ちょっと今度最初やろうと思ってるのが、浅草行こうと思ってるんだけど、浅草配信ちょっとやろうかなと思ってるし、まあ、その他にもね、東京は、まあ、いろいろ観光名所があるらしいので、みゆみゆらっしゃ、俺も東京に住んでるけど、全然わからないけど、ね、観光名所なんて行かないから、東京住んでたら、観光名所には行こうかなと思ってるけど、のりおいらっしゃい。まあ一番、第一弾は浅草行こうかなと思ってる。立ち食いもできるしね。キャスはアンチの対策しないとマジで衰退する。多分やるんじゃない ?1 キロおにぎりってあんの?ウィリー。そんなのか。食ってみるか。1キロって相当だよな。食えるかね。わかんないけど。まあ頑張ってみますよ。ちょっと待って、タバコ刺して。いや、それにしてもね、全然放送やってないだろ、俺。まあ、見ててくださいよ。あ、ゆりさん、残念だなぁ。あなたか。あなたのツイッター見てみようか。多分こいつネカマなんじゃないの?じゃあ見てみよう。まあ、非公開。2016年2月。まったかね、広い画像みたいな画像を拾ってきて、気持ち悪い。ユーリーとか名前使って、広い画像みたいな画像を使って気持ち悪いよ、お前、本当に。勘弁してよ、本当に。許して。ちょっとサポーターモビー見るか。関西、イコマなんとか、ホームレス配信者、サイバーリカピー。うわー、サポーターに大体ね、ポンチューがいるわ。うん、あ、これで、ブロック。サポーターにポンチューがいたから。やばかった。このユリさんとしてやばい。多分薬つながるのやばいやつだと思う、多分。映像出せや。あ、りょうさんもそうか。あ、なるほど。お前らか。お前らみたいな、カスが、普段匿名でアンチコメント打ってんのか。なるほど、ザワールド秋の祭典スペシャル。ありがとう。そうか、お前らカスみたいなの出てくりゃいいんだよ。堂々と。正々堂々と、な、アンチコメント打って、NG ぶち込まれればいいんだよ。カス。どうせ、お前らのコメントなんて読んだって、1円の価値にもならねえから。1円の価値にも。そうでしょ?だって。まあいいですよ。まあ俺でも普通のリスナーさんは本当にいい人たちばっかだと思ってるんでね。まあいろいろなことがちょっとあるんですけど。まあお楽しみですよ。でね、ちょっと YouTube の方で面白い動画を
作ることを、考えたので、その YouTube の方で面白い動画作ります。ちょっとね、何ヶ月かかるかわからないんだけど、動画作成に。かなりちょっとかかると思うんで、内容は、民事控訴して、民事控訴する際に、どういう風な手順を踏んで民事控訴するのかって知ってるみんな。俺もさ、全然知らないんだよ。で、その第1回目の後半、裁判あって、第2回あって、第3回ぐらいとか、まあね、その、こうやってあったりとかするわけだけど、そういうのを生放送でやったらさすがにちょっと裁判に影響するので、動画に撮って、後からアップしようと思って。全部終わったら。うん。その、いろいろと、ね、手順があるので、それを全部手順をこの動画に撮って、それで、裁判所にもちゃんと行って、ね、こうやって全部提出して、そしてね、裁判が開かれた日にはちゃんと行ってっていうのをちょっとやろうかなと思ってて、それを YouTube でね、ね、動画でアップしようと思って、まあ、相手は、言わずに、うん、今は言わずにね、まあ、動画の方で楽しんでいただければなと、まあそういうことぐらいだったら大体自分がプライベートじゃないけど、まあプライベートか。放送、はい、生放送外で動いてることも動画にするのもいいなぁと思ってね。まあちょっとやろうと思ってます。ちょっとね。被告人と言わないだろう。まあ、ちょっとそういうのをやろうと思ってるぐらいかな。あとね、実は昨日だか一昨日、深夜の3時に、今ね、LINE のオープンチャットで、実はTwitter の、スペースみたいなことができるんだよ。50人以上、オープンチャットにメンバーがいると、そのスペースみたいに通話ができる。会話ができるんだな。で、会話参加、そこのオプションに入ってるメンバーも参加できるし、設定によっては、そこのオプションに入ってないメンバーも、そのスペースみたいな感じで、オープンチャットに参加ができる。うん。で、まあ、それを定期的に、たまにね、まあ、やっていこうと思ってるんで、そちらのね、オープンチャットの方で、やっていこうと思ってるんで、とりあえずわけわからない名前の人、いるんだよ。俺が知らない人。そういう人はもう弾いてってるけど、ね、んで、知ってる人、ここでね、名前僕が知ってる人、ね、その人には、入っていただいてね、その名前で入っていただければ入れるんで、それ以外は入れません。ちょっとわからないんで、生放送突発だからね、すいませんけど。別に特にないですよ。特に、ここのラジオ配信と変わらないかもしれない。コメントが打てないっていうのもね、ただ俺と話せるっていうのはあるけどね、俺に質問したりとか喋るってことはできるけど。ミカ姉さんいらっしゃい。おっぱいが北海道。先輩のアカウント停止させると、何なんとかいた埼玉の若干デブが訴えられ、負けた件について一言お願いします。まあ、そのことについてはノーコメントで。まあ、いらっしゃい。わめいてたね。まあ、どうだろうね。負ける負けない、裁判負ける負けないか。まあ、人のことだから別に。まあ、その件についてはつうかノーコメントだな。ノリチビいらっしゃい。そのことについては。あんまり関わりたくはない。僕はね。僕は訴えられた側なので、ノーコメントでよろしくお願いします。誰のことかもうわかんないしね。まあ、あとは、部屋だ。そう、部屋のね、防音。扉のね、防音がうるさくて、な、隣の部屋のね、テレビの音が聞こえると。ギャー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 。テレビの音が聞こえて、まあね、ちょっと俺が気になるなっていうのもあるし、リスナーさんも気になるなということで、一応防音のスポンジみたいなやつを買ったんだよ。ただ、物が届いて見てみたら、扉より小さいっていう、まさかの、ね、2枚買わなくちゃいけなくなっちゃってさ、
1枚さ、とりあえず買って、まあ、とりあえずつけるけど、2枚買わなくちゃいけなくなっちゃった。まあ、安いからいいけどさ、2000円ぐらいだから、うん、まあ、とりあえずそれを買おうかなと思ってるよ。一枚小さいのびっくりしたよ。扉より全然、扉の半分ぐらいしかなくて、と思ってさ、これじゃダメじゃんと思って、2枚だな。防音シートではないんだよな。なんかね、スポンジみたいになってるのよ。ほんとスポンジ。になってて、シートではないんだよな。もっと厚いもん。10センチぐらいあるんじゃないかな、厚さ。も、5センチぐらいかな。5センチか10センチぐらいある、結構厚さが。だから結構厚いんだよ。あれはいいなと、まあ思ってる。まあそうだな。あとはまあ深夜な。深夜どうしようかなと思ってて。今のところ部屋から深夜ちょっと放送ができる状況じゃなさそうなんで、深夜、川原でやるかなと思ってる。公園は虫がすごいでしょ。でも暑いでしょ。ちびこがいらっしゃい。ちびこさっき挨拶しなかった。暑いでしょ、まず。公園暑くないか、あちゃん。外今日出たけど、暑かったんだけど、めちゃ。もうここ数日さ、めちゃくちゃ暑いじゃん。39度とかさ、38度、7度とか当たり前でしょ。実はもう風来ても熱風でしょ、もう。ちょっとこれ、深夜とは、夜とはいえちょっとできねえんじゃないかなと思って。関東やばいよ、本当にこれ。昨日今日やばいでしょ？これ、相当や、できんのかね？でも冬できたからできるか？寒いな、1月2月という寒い時期を、関西もやばい。できるか？こっちも今日39度超えちゃ、かなりいらっしゃい。まあ、どうにかなるかな。川原とか行ってなんか、とろける暖かさ、暖かくないよ、もうそれ。どうにかしないとね、ちょっとね。まあ、なんか首元にさ、扇風機みたいなのとかさ、今売ってんじゃん、いろいろ。100均とかでも売ってるし、普通のお店でも売ってるんで、まあそういうのか、ファン付きベストね。でもファン付きベスト、外の空気が暖かいからあれ涼しいんじゃなくて。すごい、今すごいことが起こった。日の玉ストレートっていうね、小手半の方がいるんだよ。小手半っていうか名前の方がいるの。日の玉ストレートっていう方がね、オープンチャットに参加、参加申請を送ってきたんだけど、お前アンチコメントしか打たねえだろ、おめえ。お前みたいなやつをオープンチャットに入れるわけないでしょ、普通に考えて。ま、もうちょっとさ、普通にまともにさ、放送のこのさ、みんなの雰囲気とさ、この俺が放送やってて、その中の雰囲気の中で放送を楽しんでる人ならわかるけど、わけわかんねえさ、ピーチクパーチク文句しか言わねえ、どうせここでさ、働けって書いてたやつもどうせ火の玉ストレートだろうし、ね、違ったとしても、どうせアンチコメントしか打たねえんだから、そんなやつ入るわけ、入れるわけないじゃん。名前覚えてたって。アンポンタンいらっしゃい。入れんよ、それは。さすがに。ちょっとそれは無理ですね。残念ながら。性格もすると、まあね。まあそう、申請しないとね。まあ、ここにいいんだったらスパとかさ、アスカとかさ、ゾネとかさ、そういうの覚えてる。ユキナとか覚えてるから、リュウジとかジュンジュンとか覚えてるからさ。言えられるけど、日の玉ストレート覚えてるけど、悪いイメージでしか。あえて入れてみる？なんかね、オプチャの、なんかオプチャの一部分を切り取って、キャップを切り取って、キャップして、それを貼り付けた人間がいるんだって。俺はちょっと未確認。なんだけど、そういう人間がいるじゃん。まあ別に、そこのオプチャの内容さらされたところで別になんともないんだけどね。大したこと書いてあるわけじゃないから、みんな。
俺もそうだし、うん、だからまあでもお前入れないよ、ディップいらっしゃい、入れん、ゴミってのは増殖するからな、ちなみにギースケさんはコメントだけできませんちなみにね、ギースケさんツイキャスコメントできません、あの人バンです、バンになったらしくて、あのコメントができないらしいんで、はい、なんであの LINE でコメントください、カオリンゴいらっしゃい、どうしたらさ、ここでさ、配信以外でバンになるの？コメントで悪口書きすぎなんだろ？ギースケ、あいつ酒飲んでどうせ暴言吐いたんだろ？ギースケだぜ、相手。もううちの放送ではギースケだけは有名だよ、もう。知ってる DM 来た？なんて来た？悪人なんて来た？悪人、ちょっと教えて、それ。DM だから本当は個人的なことだから教えて、ダメなんだけど教えて。俺もなんか LINE 来たんだけど、流し読みしたからあれだけど、多分同じようなことだと思うんだよな。あ、毎日にこの待ってんだ。あ、酔っ払うとな、違う違う。ギースケ酔っ払うとダメなんだよ。酒癖が悪くて。毎日ニコ生してるギースケ。サイヤ人もしかして見に行ってる？見に行ってギースケのことをちょっとおちょくるようなコメント言ってるだろう。たまに。俺ギースケの放送って見ないんだけど、全くもって。なんかミキちゃんがたまに見てるときに、なんかあのギースケ見て笑ってるときはあるけど、この人突で、ギースケ突で、家電から突かけてるって言って大爆笑してたからね。確かに、誰かに突する際にね、俺がサイヤ人に突したりとか、ね、あの、電突したりとか、見えに電突したりするときって、LINE 通話とかスカイプとか使うじゃん？家の電話で、相手の電話番号を知ってるからって言って、家の電話で電話かけるなんて突見たことないもんね。なかなか飛んでるよね。なかなか飛んでると思った、ほら。いないでしょ、そんな人。さすがに。家で、今時家電が、そうそう、家電があるのが別に、多分ね、初級期ね、多分ね、家電があるのが多分、あの、インターネット回線をひいた時に、光回線を引いた時に、なっけ、あの、電話つけますかって言って、つけますって言って、あの、050の番号もらったんじゃないの、多分。確かに、多分、その、ネットのあの、電話、だと思います。それしかないだろ、だって。普通に。もう今さら03とかさ、東京あったら03だけど、ね、そういう電話番号をさすがにつけんねえだろ、今時。しかも一人暮らしの男性が。なあ。あ！俺ボケてきてるな。タバコを灰皿の上に置いてんのに、新しいタバコをつけて、本当に食欲がねえんだよな。なんでだろう。一応担々麺買ったんだけどな。タバコ美味しくない。ミルカッツ。あのね、歯磨きしたと、歯磨きじゃないね。歯茎磨きをしているときに舌も洗って、そんで、タバコ吸ってトロカフェを飲むとうまい。ただ、やっぱこの一日経って、この半日ぐらい経ってて、タバコ吸ってると、タバコまずいな。俺暑いの苦手じゃない、全然。暑いのは、まあ、寒いより得意。ただね、年のせいなのかね、ゆきなね、汗っかきになって、昔は、そんな汗かかなかったのに、新陳代謝が良くなったのか、すげえ汗かくようになった。こな子いらっしゃい。なんだろうね。汗っかきになっちゃったからさ、だから、嫌だなと思ってて。久しぶりに聞ける？ちょっとね、すいませんね。
こんな時間に、うん、僕夏バテの時はキンキンに冷えた水でお茶漬け、あお茶漬けうまくねえな、俺もお茶漬けあんま好きじゃないんだな。みえも汗かくようになってる。やっぱ歳なんだな、ただ歳。水分補給もか、でも水分補給って俺ほんとカフェオレしか飲んでねえ今。お茶も出てきたばっかの頃はずっと飲んでたけど、お茶も飲まなくなったし、他のドリンクも飲まなくなったし、トロカフェだけだわ本当に。体調がおかしいのかな、塩分も。でも喉飴一応舐めてんだよ、金柑喉飴。最近これにハマってる。パーコいらっしゃい。ビタミン C がさ、だってね、一粒でね、レモン一個分も入ってんだよ。レモン一個なんかなかなか食えねえじゃん。それがこの金柑のダメには一粒でレモン一個分だから、全部食ったら30個分だよ、ビタミン。あ、食いだしまずい。薬の味する。目安は書かないな。ちょっと熱いなと思った時あるけど、冷房とか効かせるじゃん。だからあれだけど、あんまないな。ところでさ、ここにいるリスナーさんに聞きたいんだけどさ、俺に働けってさっきだあんだけコメントあったけどさ、ほんと働いてもらいたいのかな。じゃわかんないけど、ただの嫌がらせなのか、働けないんだからな。そろそろ働いた方がいいが、働かないとやばくないかみたいなコメントだったらわかんないけど、アポロらしい。あれはただの嫌がらせだと思ってんだけど、俺は、働けは。それとも俺のただの勘違いかな、そろそろ働いた方がよくねえか、やばくなるぞっていう意味なのかな、それは優雅さんの中、どうでもいいわ。そうやな。人の人生なんてどうでもいいよな。働いたら褒めてくれるのかな。なんなんだろうね。じゃあ別に働くことだけじゃないんだけど、働くより配信欲しいのもんね。まあ俺が働こうが働かないか別に関係ないもんな、マチューダにはな。家帰るときに仕事してないと審査厳しいっていうのもある。だから言ってるってこと？家帰るときに仕事してないと審査が厳しいから働けというふうに言ってくれてるということ。ということ。それで書いてると。文句言いたいだけ。心配してくれてる。書くことがない。審査か。審査ね、働いてないと収入があれば別に関係なくない？そこはだって向こう3ヶ月分の収入を出せばいいわけでしょ。もし家を借りるっていう段階になったら、働き方っていろいろあるわけだし、俺がし、まあいいか。やっぱ働いた方がいいのかね。なんか俺ね、なんかボランティア、俺ねボランティア しようと思った。でも一個ダメだったわ。株トレーダー無職やってた時も半年分先払いでなんとか審査通った。働いた方がいいのかな。たまに働こうか俺、じゃあたまに。そうすれば何も言わないかな。まあ言うやつは言うんだろうけどな。カビゴいらっしゃい。働くね、仕事か。俺一応仕事してんだけどな、一応
ライバーっていう。ちょっと俺、ライバーって仕事してるんだけど、一応。うん、このツイキャスはさ、ね、別にお金になるわけじゃないから仕事ではないけど、一応ライバーというさ、ね、TikTok ライバー、YouTuber というさ、一応やってんだけどなぁ。何をしてもいても文句やれるやっぱ。派遣会社に席を置くだけでも審査有利になる。派遣会社には席あるよ、別に。あの、派遣会社の、あの、携帯っていうの、西野多分あまり知らないだろう。派遣会社って言ってもさ、その派遣会社でもいろんな派遣があるぞ。例えば、一週間だけ仕事くれるとか、一ヶ月間仕事くれるとか、例えば、さ、ずっとここでこうやって、派遣会社を通してそこの会社に入るとかあるじゃん。それ以外にも、その、登録番号だけをもらって、前日に仕事に入るっていう派遣もあるし、それはまた形が違うよ。派遣会社に席を置くという形も。何、してもイチャモンつけそう。まあ、つけんのかな、なんで働いてもらいたいの聞きたいよな、俺。これでいいか。これで。米が吐きすぎる。ちょっと今匿名入れた。聞いてみたいからさ。俺がなんで働くべき、働いた方がいいのか。ただの、まあ、バカの一つ覚えのコメントは別に読まないけど、ゆうがさんが働く方が損失がでかい。それ、社会にとって。俺普通に仕事はするぞ。真面目に。言われた通り。ふわっち火薬バンになったの？なんで？あ、借金返すためな、あ。働かないと後々きつい。まあね。確かにそうだと思う。働かないとっていうか収入がないとね。働くの好き。職種にもよるだろうけど、職種にもよるだろうけど、働けば一生懸命やる。きちんと確認して、きちんと物事をやる。けど、まあ、仕事は好きではないかな。別に。このままだと佐野みたいになるから働く。そういうことな。今の俺の状況を見てると、このままとうなちゃんまみたいになるから働けようということな。なるほどな。何、昨日の火薬だるが傍若とコラボをして、またお前のことをもう聞いたやつの話も。火薬女に枠任せて来た時に、トイレでチンチン丸出し。どういうことだよ。匿名になると意見が、匿名になるとこんなに意見の書き込みが増えるんだ。すごいね。まあでも聞きたいよね。その、ただ働けのコメントじゃなくてさ、普通の働けって書いてる人でもやっぱり、俺のことを考えて、こうやって意見言ってくれる人も いてるわけよ、絶対に。今はいい、先行きほんと後悔する、なるほどな。もう46、確かに。タイミーって何？なんか、でもコマーシャル見たことあるな。なんか自分のタイミングで仕事できるみたいなやつだっけ？特に書くことないから働け。あ、なるほどな。そういうことだ。まあそうだね。このまま、そうだね。なんか、この時間帯の割には、確かに、このままだと、俺は、まあ、うなちゃんまみたいになるとはね、まあ、そんな失礼なことは言えないけど、まあ間違いなく、同じような方向には行くよな。ネタ探しに働くのは、何のネタを探しに行くの？働くのに？働くのにネタを探しに行くの？